どうもー、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。もっとください。ちょっとやめてください。喋るんでね、お前が言ったら聞こえなくなっちゃうと思う。お前が求めた結果だよ。ありがとうございます。三拍子と申しましてね、僕の名前が高倉涼で、相方の名前はこのネタの最後に発表します。今言うね。楽しみにしてる。違う、ハードル上げるような名前じゃねえんだよ。まあ、年末ですけど、もうあと今日が3日で、もうね、終わりですよね。いろんなもの決まりましたけど、決まりましたね。今年の漢字一文字ってのが決まりました。毎年ね、決まってますからね。毎年決めてました。一昨年がジョで、去年がハで、今年は9になる。エヴァンゲリオンローマ字じゃん。いやいや、だから漢字だから、今年の漢字一文字、アンっていうね、安いとかそういう感じになりました。まあね、その漢字がね、ついた出来事が結構ありましたからね。そうですね、今年を象徴した漢字一文字ね。安倍夏美さんが結婚とかね、ありましたしね。それ今日あの漢字発表の後のやつ。あとはね、足立由美さんのお母さんが結婚しましてですね。あとは焼肉屋アンアンが15周年になったって初耳だよお前。え、それ本当に今年あったか。それでアンになったの。違う、アンポリとか。ああ、はいはい、はい、安心してくださいも入ってんじゃねえかみたいな。あ、だったらね、もっと他の漢字が当てはまると思うんですよね。あ、そう、あの、混ざる、混入。ああ、混ざるな。あの、マクドナルドのフライドポテトに歯が混ざってたりとか、ね、混入事件あった、ペヤングにゴキブリが混ざってたりとか。それでね、あの販売中心だった、あと福山雅治がさ、結婚しましてですね、羽生雅治も調子よ、ね、くなりました。なんだか、福山のせいで諦めなかったんだよ、ね、あとはですね、東京オリンピックのエンブレム問題でパクリ疑惑みたいなあったじゃないですか。佐野さんって方がね、デザインを盗んだんじゃないかみたいな。パクって漢字一文字でね、韓国っぽくなる一文字ね、日本っぽいもん。あ、じゃあラグビーね、めちゃくちゃやったです。ロマルの活躍とかでね、ラグって漢字、ラグな、どういう字ね、今年の漢字一文字。大塚ラグのお家騒動もね、ありますよね。ラグでいいんじゃないかなと思って、漢字一文字。あ、だと下ね、下下、下町ロケットめちゃくちゃ流行りましたね。ドラマね、下町ロケットなんかこの前の最終回すごい盛り上がったみたいです。いい年したおっさんが夢を見て何が悪いんだ。佃社長で阿部寛さん、技術は決して裏切らない。別に似てなかないよ。下町ロケット発射。そんなセリフね。違う違う、そんなドラマじゃない。お前見てなかっただろ。これね、下でもよかったんじゃないですかね。今年は安い、安定って感じに決まりましたけど、あと、ね、年末ですから、ね、紅白歌合戦、ね、あ、もうすぐね、始まりますよね。司会者がね、今年活躍した2人でどういう司会を見せるか ね、白組が大沢みきおで、赤組が北島麻衣。絶対やらねえ。ノロノロじゃねえか。赤か白か、DNA 判定どうぞ。何の DNA 関係ねえ。じゃあ、白組がね、V6 の井ノ原。あ、ハラッチがね、やる。井ノッチ。二択だぞ、これに関しては。そうそう、井ノッチでね、おなじみの。ゴルゴ松本さんだよ。井ノ原君がやる。赤組はね、女優さんで、まあ、CM なんかも、大河の主役なんかもやる。ね、綾瀬はるかかなたの、はるかさんの。漫才師みたいな。やるみたいな。綾瀬はるかさんがね、やる。総合司会で、震えなき哲子。ね、やっと部屋から出てきてくれましたね。哲子の部屋はさ、あ、よかった。セットだからね。でね、今年ね、近藤正彦さんも久しぶりに出てくるんですよね。マッチね、マッチ。だからあの2人が出るんだったら、マッチのあのね、呼びかけみたいな絶対出るんじゃないですか。あの中継さん、ほらよく窓辺りとかね、するやつな。助けて、黒柳さん。助けては言わないよ。黒柳、よっちゃんが。やらないよ、よっちゃんが。よっちゃん、肩をやらないのに、腕取ってこないの、よっちゃんもね、期待できますけどね。あと、初出場組なんかも期待ね。あ、そうですよね。あの、女性ではね、女性一人で、あの、パワフルな歌声でね、ワールドカップの主題歌なんかも歌ってね、スーパードライっていうね。スーパードライね。あと、ノッコさんがね、バンドとして再結成して、そうそう、ウォッカ、レベッカ、もう酒が多くね、飲みに行きたくてしょうがないから出ちゃうから、忘年会シーズンだからね。いろいろ、一回忘れ、忘れましょう。あとね、初出場組たくさんいるんですよ。あとはね、あのタンドリーチキンっていうね、バンポーブチキン、 あとは豚のハラミ炒め、ゲスの極み乙女、つまみみたいなの飲みに来たって、ね、飲みに来たってしょうがないんですよ。漫才師だから一回忘れよう。味噌おでんね、あと、あ、味噌おでん、星野源、正解。クイズ。飲みに行きたくてね、だからさ、酒のつまみ求め、すごい言ってしまうんだから、ケツの極みを、つまみのことはいいね、だから。ケツの丸みおかめ。何のつまみだよ。焼酎に合うんですよね。いや、見ながら飲めねえだもんな、これ。でもね、毎年思うんですけど、今年ブレイクしたら流行ったかっていう人が紅白出場してたりしますよね。何の CD も出してないんじゃないって、どこで流れたこの人の曲みたいな、結構入ってたりするんですよね。え、この人誰を敵に回したいんだ、なんで出てんのこの人みたいな人、結構いません。じゃあ誰だみたいになるの。まあまあ言える範囲の人、言える範囲の、水
三輪明宏ね、海外のそんな人じゃねえんだ、なんか CD 出しましたっていうね、いそういうレベルじゃないんだよ、あの人なんて2曲しかないよ、あの人ね、酔いと負けと01203 CM のやつ電話番号だから、今年どっちで倒れちゃうね、だとしたら酔いと負けだよ楽しみですよね、いやだったらね、今年もっとね話題になった人のね、あの曲を聴きたくないですか皆さんね、まあだからいろいろほらあるだろう、イベントがあって辞退したりとか、平浩二のぬくもりね、パクった人だよミスチルの曲をパクった人だよ、あれが話題になったから出ればいいじゃんね、そしたらねパクってしまったら紅白は出れない、じゃあなんで徳永英明が出てるんですかね、カバーだよカバーとパクリは全く違う、中島みゆきの時代パクって今年出るらしいですよ、カバーとパクリは全然違う、いっそのこと徳永英明がぬくもり歌って出ればいいのよね、わけわかんねえマネーロンダリングの理論で綺麗な曲が出てきそうだよ、ね、カバーがいいんだったらね、もっと誰が何歌ってもいい世の中になるよ、そしたらね、カバーする人によってキャラクターがぴったりあったらなくなるし、矢口真理でもう恋なんてしないみたいな、しっとりすぎるんだよお前反省がすごいなって、寺田心でヤングマンみたいな、ヤングマンすぎるわ、吉田沙保里でさよなら人類、意味深すぎるさよなら人類だよ、キングオブコメディでセーラー服を見せたいでもそういった意味でも楽しみですよ、本当にね、絶対に笑ってはいけない紅白歌合戦ね、混ざっちゃってんじゃねえか、どうもありがとうございます、久保高政です、ネタの最後は流れなくてどうもありがとうございます。